に冷え込みが強まり、午前6時の気温は札幌市で0度ちょうど、仙台市で2度3分、名古屋市で5度4分、東京の都心と大阪市で8度1分などとなっています。今日は気温があまり上がらない見込みで、日中の最高気温が札幌市と盛岡市で4度、仙台市で8度、東京の都心と大阪市で13度などと、各地で12月上旬から1月上旬並みの寒さが続いています。これから明後日にかけて平年を下回る寒さが続く見込みで、気象庁は体調の管理に注意するとともに、路面の凍結などに注意するよう呼びかけています。おはようございます。日本では車の運転で歩く際にも路面に注意していただきたいと思います。台風30号による猛烈な暴風や高潮で壊滅的な被害を受けたフィリピン、犠牲者はこれまでに1700人を超え、被害がさらに増えることになります。